SDGs の理想と現実でございます。最近よく耳にするキーワードとしてね、大変顕著な言葉が SDGs になるわけですけれども、こちらは正確に申し上げますとサステイナブルディベロップメントゴールズの略で、持続可能な開発目標の略称になるわけですね。今から6年前、2015年9月の国連のサミットで採択されました。国連加盟193カ国が2016年から2030年までの15年間で達成するために掲げた17の国際目標というものが設定されているそうです。ご覧の通りになってますね。目標1の貧困から始まって、飢餓、保健、教育、ジェンダー、水、衛生、エネルギー、経済成長と雇用、さらにインフラ、産業化、イノベーション、不平等、持続可能な都市、持続可能な消費と生産、さらに気候変動、海洋資源、陸上資源、平和、最後が実施手段と、こうなっているわけですが、まあ正直申し上げてですね、パッと見た限りは、一見した限りは大変その耳に心地よいと言いますか、聞こえの良い目標がずらりと並んでいるように思えますけれども、そもそも SDGs とは一体どういった取り組みなのかにつきましてですね、山田芳彦さんに改めてご解説をお願い申し上げたいんですが、はい、はい、まずですね、皆さんやってること何かに当てはまります。これ国連サミットの中で、はい、まあ途上国も先進国も全て、網羅した形で意見を言っていくと、はい、こういうような形になってですね、こういう話でこれ全部やってたらですね、最後の、平和ですね、目標の最後を移りますか、はい、16番目ですかね、はい、16番目は最後の16番目ですね、なるのかっていうと、うん、おそらく、はい、どんどんやっていくと戦争になります。非常に究極の皮肉ですね、はい、究極の皮肉で、まずは食料が足んなくなる。どれだけ生産するかという、食料を作るためには今度は自然を、破壊していかなければいけないかもしれない、はい、まあ、おそらくその可能性が高くなってくる、あとそれぞれのポジションがそれぞれの考え方というのが違いますから、教育を与えられてどんどん、意見の対立も生まれてくる、最終的にはですね、はい、力と力ということになってしまうじゃないのかなと、特に気にしているのは食料の生産なんですね、どこまで追いついていくのかということ、はい、で我々の世界で言うと、14が私のターゲットになってくる、一つの海洋資源ですよ、ね、目標になってくるわけなんですけど、まあ、全体で見るとあまりにものべつ幕なし、むしろこれは何をするかというと自分のテーマを決めてそれで努力していきましょうと、それの積み重ねでそれぞれの分野に努力している人がどれだけいるかというのが国としての評価になってくるんだろうと思います。で、経済的に余裕のある先進国はできます。ただ経済的に余裕がなければできない。となると経済的に余裕がある国が経済的に余裕がない国へ支援しましょうという非常に国連的な流れの中で作られているものだと思います。はい、何かに当たりはまると。逆に言うと日本の企業だとか日本の学校公益団体とかいうとかなりの部分に直接当たりはまってきて、それに対して相反するところはもう封印してしまう、もう表向き逆らえにくいことばっかりですもんね、はい、SDGs を唱えるわけにはいかない項目ばっかりですもんね。行政、地方行政の方なんて SDGs を挙げてればですね、我々の市はこんなに頑張ってるんだって言いやすい、一つの、ターゲット目標という非常にただ抽象的なので、はい、何かできてしまってる感はあるんですね。海の世界でも非常にそれを感じるところが多々あるんですが、重要な話に入ってよろしいでしょうか。海の世界ですね、本当に実はこの SDGs14 というのは積極的に推進してできている国というのはないんです。ない存在してないんです。現状ない、現状ないんです。はあ、持続可能な開発だ、海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する、これを積極的に推進できている国はないという評価になっています。というのは海の大半がですね、どこの国にも属さない、どこの国も属さないので、そこでの管理というのは非常に問題になってくる元と、例えばですね、一つ
中で、すべての方々に、すみません、漁業者に対してですね、食を与えるよう、漁業者のフィールドを確保するということになってるんですが、はい、その反面、漁業者に対する補助金は核にやめてくださいという相矛盾したことが行われて、書かれていたりですね、はい、実は非常に、なんていうか、これを一つ一つやっていって、全部こなそうなんて無理な話になってきていて、これを取り上げるならこっちを封印しましょうというのが一つの中に入ってしまうと、逆に他の、例えば日本が大事にしていて封印をしたところ、他の国が封印した方を大事にしてなると、これは意見の対立を生んでしまうというと紛争に展開しかねないということになります。ただやはりおっしゃる通り、環境、海洋環境は海は守らなければいけない。で、一度象徴的な話というのがいくつか上がってきますね。よく今海の世界ではプラスチックの問題というのは非常に取り上げられていて、洋上のプラスチック、特にマイクロプラスチックの話が出ます。マイクロプラスチックですね、洋上にかなり入って込んでいますが、マイクロプラスチックは人体に害は及ぼさない、生態系にも害を及ぼさない、マイクロですから。しかも排出されていきますので、これ武田先生なんかもよくおっしゃることなんですが、人体には基本的には影響を与えていないし、マイクロプラスチックによって、大きな影響を与えられたという事例は私聞いたことないので、というなると、でただテレビでこんなに大問題だって出ているのは全然マイクロじゃないプラスチックなんです、そもそもゴミなんです、海洋ゴミ、それは回収することもできますし、ということは、そもそも原因もうすでに例えばこういうコンビニ袋の有料化とか、ビニール袋有料化なんか始まってますから、それは改善されつつあるんだろうなと思います。あと、いずれプラスチックの量と、魚の量が同じになる、排出されていくプラス、洋上に漂うプラスチックの量と、魚の量が同じになるというようなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、検証流す方はね、はい、で海ってですね、約13億5000万立方キロメートルぐらいあるんです、で平均水深っていうの、深度というのは3729メートルあるんです、はい、で魚が、人間が食べる魚とかですね、一般的な魚と認識しているものがいるというせいでですね、1000メートルぐらいまでの海域ですね、で大半は、魚もいない海域ですね、で最終的にはプラスチックなんかは回収されるか、もしくは海底に堆積していくということになってきます、はい、それをじゃあ逆に言ったじゃあどうするかっていうと、海底をどう考えていくかっていうと、海底を学ぶ学問もまだまだ実は海底っていうのは宇宙よりもわからないって言われているぐらい、最近横綱イワシの話が出ましたね。横綱イワシって海底深海魚なんですが、1メートルを超える深海魚、新種が今でも見つかる世界なんです。実はクジラもですね、最近また新種のクジラが発見されていたりですね、海の中ってまだまだわからないことなので、大分だとかね、本当にこれから海の研究をしていかなければいけないというところが、若干この14の中には薄いんです。はい、やっちゃいけない、これは改善しようということは多いんですが、これから海をどう利用していこうか、その大事なところは、この持続可能な開発の開発っていうのがもうすでにある程度行われてきて、陸上の開発と同じレベルで海を見たのでは、全く話にならない、はい、だから推進している国はないということになってしまう。なんでこういう目標が必要というか掲げられちゃったっていうところなんですかね。私は非常にですね、やってる感を出すためには、それは一つ一つの分野の方々が自分の分野でこれを頑張ってるんだというアピールをし、それをつなぎ合わせると世界的にいいんだよっていうことなんでしょうけれど、ただそれが実は対立を生む要因になっているということも忘れてはいけないんだと思うんですね。なんとなくですね、私これができてるって思うところがいくつかあるじゃないですか。例えば、私の分野でこの海の豊かさを守ろうという14ですね、はい、確かに東海大学では魚の養殖、
いろんな研究をやってます、海底資源の研究をやってます、そういう部分ではやってるけど、そのやってる学者たちは必ずしも海洋環境を同時に研究してるわけじゃないので、ここではいやそうは言ってもそれは次の問題だって、資源あの養殖の方々にしてみると、海洋環境は次の問題になってくる。でも海洋環境の方々にすると、そもそも養殖が悪いという話になってしまう、これは意見の対立が生まれてるわけですね、それぞれはやってるんです。ただこのSDGs 見るとですね、皆さんの非常にあの自分のやってる仕事に対する満足感が上がる、それがあの一つ、そうすると、なんと国連機関も、あるいは日本の担当する機関もやってる感満載になれる、はい、ここまで藤井さんいかがでしょうか。僕はね、この SDGs っていうのは要はね、グローバル社会主義じゃないかと思うんだよね。グローバル社会主義であり、ね、全体主義ですよ、全体主義でね、その自由経済圧殺するというところにね、最終的な目標があるんじゃないのかなと、でこんなのできませんからね、結局そうやってね、資本主義社会っていうか自由社会の自由経済のね、活力を奪おうっていうところが本当の目的じゃないかと、でね、ちょっとね、今日こんなね、アメリカの大統領選挙がね、あった時僕は考えたんだけど、こういうね、対立軸は何だったのかっていうね、いうことを考えたわけ、で要するに一般に言われてるのと逆で、バイデンさんっていうのは非常にグローバリズムなんですよ、そしてね、全体主義なんですよ、それでもって、だから今回の CO2 コントロールとかそういうところでよく出てるのね、でトランプの方は自由社会支持なんですよね、でこれはだからデモクラシーを支持してるわけで、デモクラシー支持ってことは、デモクラシーってのは国家ですから、民主国家をちゃんと一つ一つ国を大事にしていこうと、だからこれ自然的にナショナリズムになりますよね、でまあ、グローバリズムもいろんな意味があるけど、今表に出てるのはグローバルに何でも総体としてコントロールしていこう、SDG なんかもそうですけども、それだからグローバルトータリテリアニズムになるわけで、グローバル全体主義になり、一方の方はナショナル民主政治になるわけですね、この対立じゃないかと思ったんですね、で非常に象徴的なのは、トランプさんの方は民主国家支持なんですよ、やっぱり自由社会なんですよ、それに対して階級社会であり統制社会を支持しているのがバイデンさんなんかの流れなんですね、だからバイデンさんは中国共産党とやっぱり今日 本音のところで仲がいいわけですよ、徐々に隠れた妥協をしている、だからそこら辺がリトマス試験紙になってるんです。で僕ら一般的にね、左翼の方の人のがなんかグローバリズムでね、でそっちの方が平和的でいいんだ、でどちらかというと左翼の暴力はね、これは抵抗してるんだからね、これは認めるべきだ、多少の非合法でもいいんだ、で右翼の方はけしからんじゃないかと、ね、権力に傘を着てね、大企業はね、官僚制度をね、牛耳ってね、でこれは悪であると、教わってきたんだけどね、現実は全然逆でね、アメリカなんか見てるとね、連邦政府の官僚ってのはみんなリベラルなんですよ、それでもって選挙に選ばれた大統領の足引っ張ってね、これ失脚させようっていう謀略をやってるのはね、そっちの方の官僚でね、でこれ全体主義者なんですよね。だから左翼が全体主義なんですよ、今、だから社会主義ってそういうもんですけどね、それに対して草の根の人たちが自由主義で抵抗してると、各国で、僕はそれがね、あっちこっちで現れてるその図式じゃないかっていうか、対立軸じゃないかなと思ってるんで、だから口触りはいいけど、SDG っていうのもね、これなんかグローバル社会主義で全体主義的統制じゃないか、最終目標は。でね、そういう考え方ってのはね、じゃあ70年代ぐらいから出ててね、70年ぐらいにローマクラブってありましたよね、あれがゼロ成長論ですよね、成長の限界ですよね、そうそう、成長の限界、そうそうそう、であれはどっちかというとヨーロッパ人がね、日本とかアメリカをやっかんで出したもんだと思いますが、まあ、それがちょっとずつ色が変わってきてるんだけども、まあ、先進国中心主義であった場合もあるけど、今はね、全体のなんか グローバル統制主義みたいなところにつながってきてるんで、ね、非常に気持ちが悪いなと。表向き言ってることを聞いてるといいようなんですが、実は全然変なところに導かれていく。SDGs ポイント制でどこの国が達成しているかっていう、上位の国はですね、北欧の税金の高い、ヨーロッパの国々が上位なんです。出ましたよ。結果的に必ずそういう時フィンランドとかね、フィンランド、そう、スウェーデンとかね。そうなんです。おっしゃる通りなんです。そうですもんね。それは国民から税金って、綺麗な
表面上きれいな仕事をやっていれば、はいはい、それはポイント上がってくるっていう、ただこの14の善、豊かな海、海の豊かさを守ろうの中で、これって逆に紛争につながりかねないことがいっぱいあってですね、あの例えば海の中のですね、漁業あの取り締まり、あるいは公海上の魚のルールを作っていこう、で今例えばサンマの問題も公海上のサンマって規制があって、はい、それがまあ海魚の体を作って総量は作った、でも本当にそんなに総量、すごい莫大な総量なんです、っていうのは各国の希望を足していったから、各国の過去の実績を足していくとすごい量になってしまう、でもまたそれを各国に割り振る、というと不公平だという国が出てくる、日本人は過去にいっぱい取ってたじゃないかと、俺たちはこれから取るんだから俺たちにもっと回せっていう国があるわけですよ、そうなってくるとここでも対立になりますよ、もっと困るのは公海上でじゃあ誰がそれを取り締まるルールを作ったところで、誰がその力を守らそれを守らせる力はどこにあるのっていうとないんですよ、としたら取ったもん勝ち、結局は、もっと言うと具体的に言うとですね、世界中の魚の 40% 中国が取ってるんです、もうそこまで来てる、魚の 40% 4割ですか、で中国の漁船は南米に行ってもトラブルを起こし、アフリカ沖でもトラブルを起こし、世界中でトラブルを起こし、で乱獲をし続けている、それは全部中国人の胃袋に入っていく、そうしないと14億人と言われるもっとプラスアルファを維持をしていけない国民に、要は上があの国にとって上が一番の、政権が変わる要素になってくるので、でとなるとじゃあ中国に対してものを言うのか、制限をかける、国家として制限をかけるっていうことを誰が言うのかっていうと、そんなことを誰も言ってないですよね、あとは今、ただですね、日本で養殖のことを言うと、かなり、日本も近代産、あえて近代産ですが、東海大社の近代さんが東京駅までマグロ屋さんが開いて、養殖マグロというのが一般化してきて、養殖の技術ってどんどん出てます、これは先進国がしっかりと海を守れる技術を使いながら養殖をするということが大事になってきます、ただ養殖をするとですね、収入が上がります、今漁船漁師といって船に乗って、一般の我々のイメージする漁師さんですね、沖、行って鳥羽一郎さんの世界でやってる、兄弟船の世界でやってる漁師さんっていうのは年収が200万円台前半です、かなり厳しい、ただ養殖漁業者の平均年収、去年おととし1000万超えたんですよ、要は一部上場企業の課長級以上の給料を漁業をやってるともらえるし、養殖だとこれチームあるいは企業体でやりますからサラリーマン化するんですよ、休みも取れる、で あえてしけた海にはなんか出ていかない、もう漁業っていうのは逆に一つの生産業の柱になり得る、これを広めていく必要があると思うんですね、で特に市場コントロールができるので、漁師さんは漁業機ですからみんなが取りに行ってみんなが一斉に市場に出すので価格が下がるわけです、でも養殖の場合はまんべんなく価格形成をしていくので、消費者としても値段の浮き沈みがないというところがあるんですけどね、ただ今回のコロナでですね、なかなか魚を高級な魚を食べてくれる人が少なくなってきたので、養殖のハマチはサンマよりも安くなってしまう、養殖のタイも安くなってしまうという状況にはなっています、その辺のね、変動と破壊、ただそういう意味で言うと養殖をきっちりと進めていくというのは明日の日本を作るためには非常に重要な部分であると思いますね、その流れはいい流れにはなっている、海洋国家としてはいい流れにはなってきていると思うんですが、ただですね、水産業って今15万人ぐらいしか携わってないんです、票が動かないんです、だから選挙になると海のことは忘れられるんです、なので調子がいい時にはそういう流れになるんですが、日本国民の食料だと言っても、選挙になるとあまり取り上げられない、農業とはね、はい、各団の、はい、各団の違いが評伝として見られない、はいはい、そうですよね、藤井さんいかがでしょうか。いや、ごもっともっともっと聞いてたんですけど、
だけど、あのよくだらないことを言いますけど、養殖漁業だと円価にならないね。あのちょっとロマンの入る余地がね、はいはい、あの彼そうですね、産業としては優れてるんだね。楽曲的にあの、はい、養殖事業者って、ね、円価ならないですよ。私の知り合い の、あの事業者の方は自分のイケスのデータをスマホに水温、塩分濃度、酸素濃度全部送らせてるんですよ、円価スマホ見ながらの円価はそうですね、至近距離で見てるとなんか動きとしては科学者の方のようなね、しかもあったかい部屋でですね、はい、データコントロールしてるわけですから、やっぱりこれ荒海を泣いでいくっていうんじゃないですからね、はい、その辺も致し方ないところでしょうけどね。まああの、はい、もう一つやはりあの当初の開発というのもこれも入ってくるわけなんですが、これがまた矛盾しちゃうんですね、はい、島の開発をしようと思うと環境問題と相反してしまう、で環境を維持しながらあの島の開発を行うというのは非常にお金のかかることでもあるんですね、となると日本の島しょ部もでも厳しい、はい、日本でも厳しいぐらいなので、太平洋の島々とかができる話ではなくなってしまう、となると、はい、そこに目をつけたのがチャイナマネーなわけです、南太平洋の島々国々かなり中国のお金が入ってしまっていて、中国が都市開発をしてあげるよと、はい、港を作ってあげるよと、ということで入ってきて大量お金を貸し付けられて、借金せよさせられて、さあこの国は私たちの思い通りに動きなさいというのが今、本当に太平洋の国々島々あるいは東南アジアので蔓延し始めてしまっている、これも一つの問題だと思うんですね。国際闇金ですよね。いやもうむしろ SDGs を中国は利用して、途上国に入っていく、チャンスに使ってるっていうのはすごい恐ろしい国だと思うんですね、アフリカなんかも確かそうですね、まあ、あの食料に支援にしてもいやいいところがあのワクチン外交ですよね、ワクチンを上げるから、我々の味方になりなさい、はいはい、格好のね、やっぱり数勢としてはその日本がその正面切ってこういい唱えるわけにはこれいかないわけですね。あの SDGs、SDGs に関してはもうこれ国際的な流れなので従っていきながら、従っていきながら、まあ、私の基本的な考えなんですが、じゃあそれぞれの国策は何なの、で重点を、あの一部相反したとしても、重点として国が力を入れるところは明確に力を入れる、それはあのこれ SDGs の中にあるんだから我々はここに力を入れる、ただし相反した部分はあるのは認識しながら、我々のすべきことというのを明確にしていくんだ必要があるんだと思うんですね、あくまでもね国益に合致した形で微調整といいますか軌道修正をね、はい、はあ、ははあ、していくっていうところのね難しさだと思いますけれども、ここまで特集として SDGs の理想と現実をお送りいたしました。山本さんありがとうございました。さあでは後半のニュース深入りに参りたいと思いますが、藤井さん続いてのニュースはいかがいたしましょうか。はい、新疆の収容施設で性的暴行っていうやつですね。はい、参りましょう。連日ね報じられていることではございますが、重ねてまいりましょう。新疆ウイグル自治区の収容施設で性的暴行、中国に批判殺到というニュース、続けてまいりましょう。産経新聞によりますと、イギリスの BBC 放送は6日までに中国新疆ウイグル自治区の少数民族ウイグル民族らの監視統制を目的とした再教育施設で収容中の女性らに対し性的暴行や虐待拷問が組織的に行われていたと報じました。元収容者らの直接証言を集めていますが、中国政府は虚偽報道だと主張。国際社会は調査団を受け入れるよう中国に求めています。夜3人の男がやってきて性的暴行を受けた。施設に約9ヶ月間収容され、後にアメリカに亡命したターサナイ・ザイウドゥンさんが証言したものです。施設では14人が一つの部屋に入れられ、トイレは床に穴を開けただけだったということです。毎晩のようにスーツ姿に覆面の男らがやってきて、女性を選んでは監視カメラのない別室に連れ去り、女性が数日間戻らないこともあったということです、とこうなっておりますけれども、はい、藤井さんからお伺いしていいですか。まあ、こういった問題が本当にずっと続いている国なわけですよね、はい、それでオリンピックの問題を含めて考えてみたいんですが、北京の冬季五輪というのはもう1年後なんですね、そうですね。
迫りましたね。こういう国のでオリンピックをやってもらっていいのかねと、あるいはやるというなら参加していいのかなと、いうことをね、これは真剣に考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。はい。私はね、若干ウイグルの問題にもコミットしてて、2012年にね、はい、世界ウイグル会議が第4回の世界大会だと、だったと思いますが、やった時にね、だいぶお手伝いしたんですよ。はい、そして、憲政記念館でね、やりまして、世界から150人ぐらい代表が来てね、やりました。日本のメディアはほとんど取り上げなかったけど、ドイツやトルコの、ね、メディアが来て、ね、報道してましたよね。これ、亡命ウイグル人が多いんでね、だからこういったこと人たちが今一番弱い立場に置かれてる人たちですね、チベットとね、でこういうことは、まあ、事実としてもう行われてるわけで、はい、ね、でこういった国ではオリンピックやるっていうのは誰がどう考えてもオリンピック選手に反するんじゃないですかね、ということ。それからね、はい、ちょっとさっきの話戻っちゃうんだけどね、結構ね、バイデンがね、習近平に気を使ったっていうのはですね、はあ、これ首脳会談やった電話の時間なんですよ。ね、はい、あのね、菅さんとね、バイデンが話したときは、菅さんが午前1時まで待たされたんだよね。だけどね、北京の方にはね、北京時間に合わせて、北京時間の午前中に合わせて電話してるんですよ。ほうほうほう。それで確か、まあ、大晦日っていうか、あの春節、まあ、旧新年の、旧暦新年の前の日でね、はい、でそれにまあご挨拶を合わせて電話したというようなことで、そこら辺ね、バイデンさんの微中ぶりというか、なんですね、そこら辺にも出てるなと思うんですが、配慮がね、さあ、僕は、東京オリンピックはね、まあ、通常の形でするのはちょっと無理なんで、規模を小さくするとかね、無観客とかね、こう分散するとか、なんとかね、やりたいと思いますが、だけども、北京の方ね、これはね、もう今からね、これ、ボイコットをね、選手にはお気の毒だけども、考えるべきじゃないかなとか、あるいはそういう視点からね、この問題、もう一度考え直してみる必要があるんじゃないかなと思います、はい、森さんがあの程度の発言で辞任させられるんだったらね。同じね、こちらも大問題じゃないですか。同じ女性の人権に関わることで言ったら比べ物にならない規模ですもんね。そうそう、規模との中身ですもんね。これむしろですね、バイデン政権も含めて、問題を新疆の方にかなりシフトして、要は、経済や軍事的な問題よりもこの人権問題にシフトしていく、いうの流れを作ろうとしてる、バイデン政権も作ろうとしてるんじゃないのかなという印象を受けんですね、はい、でこれ最終的にですね、いずれ調査を受け入れるような流れを作って、そしたらチャイナウイルスと一緒ですよ。受け入れますかね。受け入れる段階ってチャイナウイルスの時と一緒にもうそれで何にもなかったという結論を作ってしまったら、断定できなかったという結論をいずれ作ってしまったら、だって相手の手の内ですよ。相手の手の内なので、はい、一言言わせてもらうとね、一般に WHO はね、WHO は調査団をチャイナに送ったってことになってるけど、あれ正確に言うと違うんですよね。違いますか。あれは共同研究に行ったんです、WHO は。調査に行ったんじゃないんですよ、第三者として。だから、殺人犯人の重要被疑者、殺人事件の、と警察が一緒に捜査するってわけで、こんなバカな話がありますか。だから、チャイナの方は初めから自分たちが発症したんじゃないって言いたいわけだから、ね、だから結局もう1年前に証拠はすべて隠滅してありますから、そこに WHO の調査団が、調査団じゃない、共同研究者が来て意見を交換いたしましたと、結局分かりませんでしたと、はい、いうことになるんで、そうするとチャイナはほら見ろと、来たけども、チャイナが発症の地じゃないってことが分かったろうって、逆用するためにやってんだよ、あれね。調査に行ってんじゃないんですよ、あれ、共同研究に行ってるんですよ。かえって中国側にお墨付きを有利に与えちゃってるっていうことですよね。そう、だから、研究者がいましたね、赤精霊って言いましたかね、女性のウイルスの研究者なんかで意見交換会とかやってるわけよ。のんびりと、はあはあ、だからもう全く中国共産党のテレンテクダに乗せられちゃってますよね、で、あの人たちは2週間隔離されてたんですよね、はい、その共同研究団の人たちは、はあ、ね、その間どういう接待を受けたかちょっと公開していただきたいですね、はい、その内容ですか。そういう意味で言うと、このウイグルの問題もですね、非常に僕は危惧しているのは、もう盛り上がって盛り上がっていったところで、相手が利用しかねない国であるという前提で、これはこの問題って急に
湧いた話じゃないですね。有本さんなんかもう十何年もしっかりとやってきているのですけど、急に降って湧いたように表面だけを取り上げて議論していくよりも、この本質を一回ですね整理してどんどん表に出していくべき問題だと思うんですね。これは中国の周辺の少数民族、中国国内の少数民族も含めて周辺国も含めてどうなっているのかというのを明確に明らかにしていってもらいたい。まずは一つはやはり今回のこのニュースも一つですけど、海外に出ている方々の言葉を、はい、まあ、これをちゃんと客観的に、拾い上げていく作業が必要だと思います、はい。もう在日チベット人の、ね、一部の方々はボイコットを、ね、検討してくれって、ね、声明出してますからね、うん。では続いてのニュース、山田さんを選びいただいて、はい、じゃあミャンマー、はい、こちらですね、参りましょう。クーデター後に、ね、騒動は連続引き続いておりますが、ミャンマーで6日連続デモ、クーデター批判、衝突懸念とありますが、こちらも深入り参りましょう。共同通信によりますと、ミャンマー国軍のクーデターに抗議する大規模なデモが11日朝、最大都市ヤンゴンや第2の都市マンダレーなどで始まり、抗議デモはこれで6日間連続となりました。多くの地域で5人以上の集会が禁じられていますが、市民らはこれを無視、規制当局とデモ隊の間で衝突が懸念されています。ヤンゴンではおよそ15の少数民族グループが街頭に繰り出し、カレン族などが参加し、独裁に終わりをと書かれた旗を手にしながら、違法に拘束されている指導者たちを解放しろと要求したということです。マンダレーではキリスト教会の団体も参加、独裁への抵抗を示す3本指をかざし、私たちには民主主義が必要だと訴えましたと記事にはなっておりますが、山田さんからお伺いします。ミャンマーの問題非常に、大きいのと、やはりここで気になるのは中国の影、軍の背後に、軍の背後には中国の影があるのではないかということも含めてですね、でここ非常に今ミャンマー微妙なんですね、じゃあこれで経済制裁などをかけてしまうと、もう一気に中国寄りに行く、頼りと言いますかね、でこれ間に入れるのは日本しかないんですよ。日本の外務省、日本政治、このミャンマーの問題、ここで日本の活躍の場があるということと、非常に難しい命題なんですが、軍部の動きというのを当然認めるわけにはいかない、でもこのミャンマーを中国化しない、非常にこれは中国から、中国の影響力が強くなると、中国からですね、ベンガル湾インド洋にまっすぐルートが、そしてマラカ海峡を抑えている日米の意味というのが薄くなってしまう、非常に重要なところ でまた最近ASEAN の話というのがあまり出なくなってきますね、特にコロナの後で ASEAN の力が弱くなっているうちに、ミャンマーも中国側に手伝うと、ミャンマー、カンボジア、ラオス、がっちり真ん中は中国寄りの国で抑えられてしまう、先進国のシンガポールは力はあって、国力はあっても国は小さい、人口も少ない、そういうところでいうと非常に影響力を左右しかねないのがミャンマーなんですね、で特にミャンマー親日の国でもありますので、はい、これは日本が深く関与していかないと、収まりがつかないところだと思います、その時に日本はどう舵取りができるのかって、これは本当に外交手腕ですね、何ができるのかって、これ全く日本の本当に国会ではこういう話をすべきだと思うんですよ、森さんのあるいは本当にこういうスーツ着てる暇があったらね、はい、でもバイデン政権はもうミャンマーへの制裁、経済制裁発動、はい、ということですからね、はい、この点藤井さんいかがでしょうか。これは今もうチャイナがはっきりもうこれは支持してるわけですよね、この軍事クーデターはね、明確にですか。だから周りの国から、一緒に非難しようって言ったら、いやっつってその軍事クーデターの側をもう肩持ってるんで、はい、これは楊潔チにしても王毅にしてもそうですから、まあ、はっきりしてますよ、でまあ、ミャンマーをもともとそうだったんだけど、チャイナの属国化していこうという動きでね、でこれ見るとね、やっぱりバイデンが、ね、大統領選挙で勝ったというね、大量のおそらく不正投票があって勝ったんだと私は思ってますが、ね、でそれで、ね、流れが、ね、変わったと言って、ね、今、ね、チャイナ外交はすごい攻勢に出てますね。
で例えばインドがものすごくかき回されてますよ、インドで毛沢東主義者だ、なんだっていうのがね、暴れてます、非常に暴力的に、でそこにですね、またアメリカの副大統領のカマラ・ハリスさんの姪っ子っていうのが行ってね、なんかイスラム主義者とか共産主義者に支持されている暴力的な、ね、農民デモかなんかに火をつけるようなね、扇動するようなこともやってると。いうんで、もうその国際的に左翼が連携してね、これチャイナからするとインドってのは一番の地元のアジアにおけるライバルですから、核武装国でもあるし、その内政をかき混ぜてやろうっていうね。そのメイコさんとしてはどういう立場で言ってるんですか。いや、自由人というか普通の市民としてでしょ、だからそういうようなことがもうこれ合わせてみないとね、あのインドもね非常にまあのきついですよ、立場が、そういうことになってる。それで、あと結局ね、ホワイトハウスから雷親父がいなくなったんで、世界中でね、悪いやつはみんな喜んでんだよ。鬼の犬間にというやつですか。そうそう、あのね、例えばバイデン政権になってね、これ、僕はね、中東はね、元の木阿弥に戻りますっていうのが僕の見通しなんですが、トランプになってだいぶ安定してきたでしょ、平和とは言わんけど、だいぶ安定してきたんだけども、でイスラエルとね、あのアラブの国4カ国がね、国交正常化したりして、いい流れになってたんです。ところがバイデンがね、イエメンの、フーシー派ですね、あのイランの支援を受けている、ここをね、テロリストリストから外しちゃったんですよ。はだから、まあ、フーシー派は喜んでるよ、だからアメリカにとって一番大事なサウジアラビアとイスラエルはね、なんだと、これでまた元の木阿弥だと、やっぱりバイデン政権は信用できないなって言って、もうすっかり嫌になっちゃってるわけですよね。だからそういう、だからまた中東があのごっちゃごちゃになりますよ。それでイランもね、これは怖い親父がいなくなったからね、またあの核武装に向けてね、新しいその動きを、ステップをね、歩み始めてますよ。で、ヨーロッパなんかもともと甘いからね、で、まあ、中東も非常にこれ、混乱してきますね、また。せっかくトランプ4年間やったのは全部逆転だ、これ。ミャンマーの問題にも話を戻させていただきますと、これ中国に対するカントリーリスクの問題で、ミャンマーに工場を移転したり、拠点を移す日本企業というのがやはり出て、かなり出てきている、で、せっかく中国を離してベトナムやミャンマーに拠点を移していったのに、また中国の影響下に入ってしまうのでは、せっかく移していった意味もなくなってきても、逆に言うとそういう出先を潰していく。でもう一つ、このミャンマーの難しさというのは、130少数民族がいて、それぞれが動いていて、独自、それを軍がある程度力を持って押さえつけていったので、この軍事クーデターの意味合いというのが、一般的な軍事クーデターと若干違う、はあはあ、若干違う、ね、もうその少数民族のバラバラを、抑えきれなくなっていたから、国軍が力を発動したっていうこともあるので、まあ、これ、武力を使っての動きというのは肯定できるものではないんですが、そういう複雑な国際情勢の中で、多分それが一番理解できるのは日本だと思うんですよ。その中で日本経済のに大きく関与することでもあるので、これは本当にしっかりとした舵取りをしてもらいたいと思います、慎重、この上なくね、やらなきゃいけない外科手術のようなメスさばきがね、必要になってくると思うんでしょうけども、お時間も迫ってまいりましたが、藤井さん、続いてのニュースをお選びいただけますでしょうか。台湾のをやりましたっけ、台湾、いきますか、こちらですね、自民党の外交部会、忘れずに参りましょう。自民外交部会が台湾プロジェクトチーム立ち上げという、こちらも触れていきましょうね。産経新聞の記事によりますと、自民党外交部会は10日、台湾政策を検討するプロジェクトチームを立ち上げ、初会合を党本部で開きました。中国による台湾への圧力が強まる中、議員外交の在り方や安全保障分野をはじめとする重点政策を集中的に議論し、4月末までに中間提言の取りまとめを目指します。佐藤正久座長は会合で、中国から台湾への圧力は激しさを増しており、日本の安全保障にも影響を及ぼしかねない状況だと指摘、党が一つの方向性で重点政策を作り、一段高みの議員外交をやっていく時期に来たと主張しました。また山下隆事務局長は会合後、記者団に対し、アメリカを含め平和で安定的なインド太平洋地域のためにも、台湾問題は避けて通れないというのが各国共通の思いだ、プロジェクトチームで戦略的に幅広い分野から議論すると説明しました、となっておりますけれども、
はい、大変結構な動きでね、これはね、まあ、佐藤正久さんとかね、これらの人にね、みんな地元の人いたら、どんどんね、よくやったと、もっと頑張ってくれという手紙でもメールでも、どんどんあのファックスでも送っていただきたいと思いますよ。いや、あのたまにはいいこともあるんでね。で、もちろん、台湾は非常にね、はい、日本の安全保障にとっても大事な国ですから、それでね、一つの僕は提案があるのはね、はい、国会でね、これはもちろん拘束力はないけど、国会でね、台湾海峡戦争反対決議っていうのを通してほしいんだね。おうん、だからこれは関係国すべてに訴えると、とにかく台湾海峡であの武力紛争を起こすなと、はい、これは起こすとすれば一つの大国しかないんで、はい、うん、で浮かび上がるのはね、これはね、とにかくあそこで、だって日本共産党だって戦争反対でしょ、断固、戦争賛成してる人いないし、日本の安全保障にとっても、世界にとっても大事なんだから、台湾海峡で戦争を起こすなと、はい、武力紛争を起こすなと、いうのは日本の国会でね、ぜひ決議していただきたいですね。うん、だって筋から言えば反対の党は一つもないはずですよ、はい、戦後50年の独立の宣言、だから台湾の独立だなんだっていう問題、ともかく戦争を起こすなと、はい、うん、あの武力行使するなと、国際海峡です、みんなの共有財産ですよ、そういうそのぐらいの見識は日本の国会が示してもいいんじゃないかと思います。自民党は本当にいいタイミングっていう、実はあの今まで台湾外交は岸信夫さんなんですね、はい、まあ、あの一番前線で防衛大臣になってしまったので、うん、動きづらい中でやはり党としてしっかりと台湾とのつなぎは、動かしていくんだという意思を示しているので、これは非常に有効なことだと思いますし、で、あの中国が尖閣にギアアップしてきた一つはやはりこれ台湾問題、かなり大きな部分が台湾問題ですので、あの台湾を守ることは日本の海を守ることにつながるんだということを忘れてはいけないだと思います、はい、あのこれは直結したことなので、しっかりと台湾を、はい、もう私はぜひそろそろ国として認めていただく議論を本格的にしていただきたいと思います。さらなるギアアップでね、はい、うん、ということで、あ、すいません、私の方がちょっと質問が入っちゃって申し訳ない、申し訳ない。富士山のお宅のね、ちょっと事務所に人が来ちゃった。あ、はい、では、はい、お時間的にはどうやら最後のニュースになりそうですけれども、山田さん、最後に触れられるとしたらいかがでしょう。あの中印、中印のこちらですね、うん、はい、参りましょう。係争地から軍隊の撤退開始とありますが、最後に深入り参りましょう。共同通信によりますと、中国チベット自治区とインド北部のラダック地方との係争地域をめぐり、中国国防省は10日、双方の軍隊が前線から撤退を開始したと発表し、またインドのシン国防省も11日、両軍が睨み合っている湖の周辺で撤退が始まったと認めました。ただシン国防省は、他の地点で未解決の問題があると強調、全面的な緊張緩和に向かうかどうかは未だ予断を許さないとみられています。新国防省の説明によりますと、中国軍が去年5月以降インド側のパトロール地域に8キロ進出して、小屋を設けて占拠した湖パンゴンツォの湖岸について、中国は進出以前の場所まで戻り、建造物の撤去にも合意したとのことです。インド側も湖周辺で同様の措置を取るということですとありますけれども、はい、はい、あのこれ日本国民の皆さんにぜひ知っておいていただきたいのは、はい、中国とインドは戦争をしているんだと、あ、実際に戦っているんだということが、はい、あるんだと、要は中国というのはそういう国なんだと、でこれもですね、あのアメリカの動きも含めての、まあ、プロパガンダの一種としてわざわざ撤退をしているというようなことを流している、はい、これは永遠に繰り返される話で、あの中国というのは常に戦争を好戦的に戦争をしている国であるということを忘れないでもらいたいと思います。で、これに対して怖いのはですね、ひょっとしたらバイデン政権と中国はあのアンダーグラウンドである程度話をしていて、まあ、いや中国は平和に向かっているみたいな流れを作られてしまうと、全くあの意に本当に真実とは違う方向の中国像を作られかねないので、まあ実際にこれはあの真実を隠すための一つのプロパガンダがこの、あの発表なんだと思ってます。はあ、はあ、そうなるとクワッドもヘッタクレもあったもんじゃないということになりますけどね。藤井さん、この件はいかがでしょう。
そうですね、だから彼らは戦術的には後退しないけど、戦略的には後退しないけど、戦術的にはね、後退一歩引くってことあるんですよね、はい、2歩進めるためにね、それからもう一つやっぱりインドが狙われてますよ、さすがにね、台湾攻めていくとか、そう派手なことはできないですよね、ね第7艦隊もあるし、だけど、はい、インド、このチャイナとの国境地帯ってのは、アメリカとしても非常に軍事的に手の届きにくいところなんですよね、地政学的に、はい。だからね、ここはね、チャイナのこう軍事拡張主義のターゲット一番なりやすい、ところですね、そして内政もかき回されたらね、まあ、今はこれはいい流れの情報なんだけれども、内政のかき回されるのと外側からの圧力一緒にやられたら、インドも非常にきついですよね、まあ、インドは日本におけアジアにおける非常に大事な日本のなってから友好国ですよ、まあ、やがて同盟国になるべき国だと思いますけれども将来的にね、将来的に、台湾と並んでね、はあはあうん、だからこれ日本の運命だと思って考えた方がいいですよ、日本の運命とインドの運命重なってんだ、日米豪印のね、そう一角にこういう形でねという、はい、またインド そのカウンターみたいな形でパキスタンへの中国の影響力も相当甚大なものが、はいはい、あ すごいありますよね、うんはいこれミャンマーの話もインド非常に今厳しい状況になるので、やはり日本も含めてどう支援をしていくか、どう協力していくかっていう本当に外交重要な局面を今迎えているっていうことを国会議員の皆様も認識していただきたい、アメリカのように制裁一辺倒だとね、そうではない、いや違うアメリカがね頼りない政権が出ちゃったから日本はよりしっかりしなきゃいけないんですよ、はあはあ、今そうですね、だからもう、今こそアメリカには時としてノーと言わなきゃバイデン政権にはいけないんですよ、で、表向き言ってる看板外すなよと、はい、いうこともしっかり言わなきゃいけないし、裏でね、経済制裁外すなよということも言っていかなきゃいけないですよね、前政権が何のためにね、はい、散々駆け込み気味に置き土産を残していったかということをね、なんか本当に憲法改正の問題が消えてしまっているような印象を受けてしまうので、全く本当に今国際社会から考えながら一切気を払った感ですもんね、はい、もう国際社会考えたら今こそ憲法改正考えなければいけない時期だと思うんですが、全く不安になってきますね、もう毛の字も出てこないというのが正直申し上げて現状でしょうね、はい、すいません、お話尽きないところですが、どうやら、そろそろエンディングの時間を迎えてしまいました、申し訳ありません。週の締めの金曜日、真相深入り虎ノ門ニュースレギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのは、本日はスカイプ中継にてのご登場いただきましたおなじみ国際政治学者の藤井元気さん、そして、ゲストコメンテーターとしてご登場いただきましたのは東海大学海洋学部教授の山田義彦さんのお二方でした。本日も濃密強力な解説を誠にありがとうございました。またのご登場お待ち申し上げております。ありがとうございました。それいます。あ、最後に別のリアルちゃんが最後にちょっとだけ出ます2匹目の藤井さんのスタッフにもご参加いただきました。ありがとうございます。さあ、今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。来週からの虎ノ門ニュースですけれども、月曜日のコメンテーターは申し上げるまでもなくおなじみ産経新聞月刊正論編集長の滝田真紀子さん、そして滝田さんとコンビを組んでいただきますのは、おなじみ作家の武田恒康さんです。ということは、ひょっとすると先駆け武田塾のコーナーがお楽しみいただけますかね、来週もぜひお楽しみに。お見逃しなくご覧ください。さよなら。私は母から化粧を教わった。私も母から化粧を教わった。娘と孫にサプリを教わった。DHC はいつも私たちのそばに。DHC では多数の博士研究員が研究開発に取り組み、高品質な商品を国内の自社工場で製造。多くのお客様に選ばれて約半世紀。大切な人には信じられるものを。あなたと共に生きる DHC。富士山の伏流水 100% がプレミアムビールを変えた。雑味がない綺麗な美味しさの秘密はこの地に湧き出る清らかな水。富士の雪はやがて綺麗なビールになる。DHC ビール。犬よ、私と一緒に鬼ヶ島まで散歩に行かないか。そんなワンちゃんにはお腰につけたキビキビ散歩、一つ食べればキビキビ散歩。節々のサポート成分配合、ワンちゃんのキビキビした力強い動きをサポートするサプリメントです。ワンちゃんキビキビ、キビキビ散歩。 DHC。
私は DHC で美しくなる。毎日使うものこそ高品質なものを。DHC のコスメ・サプリは素材を厳選し、すべて国内生産。あなたに優しさを届けます。私らしく美しく、日本の女性のために生まれた DHC for Beauty。 富士山の伏流水 100% がプレミアムビールを変えた。雑味がない綺麗な美味しさの秘密はこの地に湧き出る清らかな水。富士の雪はやがて綺麗なビールになる。 DHC ビール。私は母から化粧を教わった。私も母から化粧を教わった。娘と孫にサプリを教わった。 DHC はいつも私たちのそばに。 DHC では多数の博士研究員が研究開発に取り組み、高品質な商品を国内の自社工場で製造。多くのお客様に選ばれて約半世紀。大切な人には信じられるものを。あなたと共に生きる DHC。 犬よ、私と一緒に鬼ヶ島まで散歩に行かないか。そんなワンちゃんにはお腰につけたキビキビ散歩、一つ食べればキビキビ散歩。節々のサポート成分配合、ワンちゃんのキビキビした力強い動きをサポートするサプリメントです。ワンちゃんキビキビ、キビキビ散歩 DHC。 私は DHC で美しくなる。毎日使うものこそ高品質なものを。 DHC のコスメ・サプリは素材を厳選し、すべて国内生産。あなたに優しさを届けます。私らしく美しく、日本の女性のために生まれた DHC for Beauty。今回ご紹介するのは体に不可欠な油の成分。しかしどうしてもね、油って言うとそう悪いイメージがね。いえいえ、実は血液や血管の健康に役立つ重要な栄養素なんです。今回はそんな意外と知られていない体に不可欠な油、必須脂肪酸についてご紹介します。もちろん業界のタブー、実名比較と原価も発表します。この番組はあなたのサプリ生活を応援する味方です。サプリの味方、今回のテーマは必須脂肪酸。皆さんこんにちは。今回も DHC はもちろん他社も実名を挙げ徹底比較していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは必須脂肪酸なんですが、ご存知でしょうか。脂肪酸っていう言葉はよく聞くんですよ。なんか脂肪酸とかちょっと聞いたことある。なんとなく青魚の油みたいなイメージで、あのいい油っていうことなのかもしれないんだけれども、はい、その必須っていうことがどういうことなのかの、はい、そこがちょっとわからないですね。必須脂肪酸は生活習慣が乱れている方、特に血管や血液の健康をお考えの方におすすめの成分なんです。私それ超重要、はい、あのコレステロールが高くて、なんか血液ドロドロだからってすごい言われてるんですけど、やっぱりその血管とか血の巡りっていうのはあのこう健康の心配の半分ぐらいですよね。半分どころかやっぱり超重要よ、うん、そうですよね、はい、でもね、はい、ほら必須脂肪酸って脂肪でしょ。脂肪は油だから血液ドロドロには良くないイメージがありますが、はい、それについては DHC サプリ食品部の影山さんにお伺いしましょう。脂肪や油と聞くと体に悪いものとイメージされている方が多いかもしれませんが、実はそうとは限らないんです。脂質は三大栄養素にもなっている通り、体になくてはならない栄養素ですし、種類はいくつもありまして、
それぞれ働きも違ってきます。そう聞くとこう体にあの脂質が必要だということはイメージ、まあ、そうね、なんかちょっとどうしてもね、油って取りすぎちゃいそう、そう悪いイメージがね、あるけど大切なんだやっぱり。はい、そうなんです。では詳しい働きを見ていく前に、今回比較する各社サプリをご紹介しましょう。オリヒロ DHA EPA DPA ケルセチン、サントリーオメガエイド、有機製薬オメガ3、 DHC スーパー H2 オメガ3、以上4社の必須脂肪酸サプリを徹底比較していきます。それでは必須脂肪酸について詳しく見ていきたいと思います。必須脂肪酸はどういった成分なのでしょうか。影山さんに教えていただきましょう。まず脂肪酸というのは三大栄養素の一つ、脂質の主成分になります。三大栄養素とはタンパク質、炭水化物、脂質の3つです。この脂質の主成分が脂肪酸なんです。脂肪酸にはいくつか種類があり、その中でも体内で合成されないため食品などから摂取する必要がある脂肪酸のことを必須脂肪酸と言います。なるほど。はい、この魚の油とかごま油とか、まあ、そういう形で取らなければ、まあ体の中にはないっていうことですね。なるほど、うん、じゃあなんかほら体に悪い脂肪酸っていうのも、まあ、要するにいい脂肪と悪い脂肪とがなあのきっとありそうなあるんですかね、まあ、そういうイメージなんですかね。はい、それについても影山さんにお伺いしてみましょう。脂肪酸には複数の種類がありまして、一概に良い悪いというのは言えないんですが、肥満や動脈硬化の原因になってしまうものに飽和脂肪酸と呼ばれるものがあります。健康に悪影響を与える可能性があるのがバターや牛肉の脂身などに多く含まれる飽和脂肪酸。ただし全くダメというわけではないので摂りすぎには注意しましょう。まあ、しかしこのバターとか、うん、こう牛の油とかっていうのは美味しいんですよね。美味しいですよね。バターちょっと余計に入れたりするとやっぱり美味しい。栄養に悪いものを害して美味しいから、まあ摂りすぎはダメよ ね、 そ、 ねそこは気をつけていただいて、ね、気をつけます、はい、では必須脂肪酸が血管の健康にどのように働くのでしょうか。血液中にコレステロールや中性脂肪が増加すると血管内にプラークと呼ばれるコブのようなものができ血流が悪化します。必須脂肪酸はこのプラークをできにくくすることで血流をスムーズにし血液の健康を維持する働きがあります。うわ、これよ、このプラークがヒュッて飛んでね、うん、なんかし心臓とか脳とかに行っちゃうとなんかやっぱこう詰まるようなイメージっていうか、こうそういうこと血の巡りの悪いやつって言われるとなんかこう頭も悪くなったような気がするし、このプラークが敵なんですね。そう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 、ここでねなんかサラサラが詰まっちゃったりするから、うん、ねえ、あ怖い怖い。それでは必須脂肪酸の働きが分かったところで、まずはこちらの徹底比較から見ていきましょう。徹底比較、必須脂肪酸含有量、ご覧の結果となっています。含有量、まあ、各社差はありますけれども、ただこれ DHC は多いですね。ただ内訳っていうのと一緒に出てますね、はい、なんか内容も考えなきゃいけないということなんでしょうね。そうなのかな、うん、各社の成分は全て必須脂肪酸なので、その合計で比較しています。各成分の主な働きは2つ、血液や血管への良い働き、そして脳への良い働きです。 DHA と EPA って割と聞きますけど、 DPA ってあんまり
効かないかもしれないなって思った、ね、DPA という成分は大変貴重な成分で、他の成分よりも手に入りにくいものです。ですが高い働きが期待できる成分として大変注目されている成分なんです。そうなんです。この DPA の血流を良くする働きは EPA の数倍もあると言われているんです。 DPA ってすごいんだってこと？そうですね。ではその DPA の含有量と必須脂肪酸含有量を一緒に比較してみましょう。こちらになります。わあ、DHC が DPA 圧倒的に入ってるっていうことなんですね。すごいのがいっぱい入ってて、さらに含有量全体も多いってことですよね、うん、DHC は、はい、そうなんです。それでは続いての徹底比較に参りましょう。徹底比較、1日あたりの価格、ご覧の結果となっています。おこれは意外でしたねいつものパターンだとここは、はい、あやっぱり DHC が安いですねっていうところが、そうそう、あのサントリーとそんなに変わらないぐらい、本当に、うん、そうなんですよね。すごい、え、はい、これは珍しいことですよね、うん、ここで先ほどの含有量も一緒に見ていきましょう。こちらです。そうよ、だからこの、まあ、含有量も豊富だけれども、はい、1日あたりの価格が、まあ、結構高いぞということですね。ですね、まあでも、まあ、サントリーはちょっと割高感はあるのかなっていう気がしますけれども、いつもほらお求めやすい価格っていうのがDHC さん特徴じゃないですか。うん、けど何か理由あるんですかね。はい、はい、そうなんです。影山さんに伺いましょう。 DHC のサプリには大きく2つのポイントがあります。1つ目が原料にアルガトリウムという貴重な素材を使っている点になります。4社の中では DHC のみが使用している素材になります。アルガトリウムはマグロから抽出した油を濃縮精製した高活性 DHA、 細胞内の抗酸化力を増強し、活性酸素によるダメージから細胞や DNA を守る働きがあり、世界で唯一細胞の抗酸化作用を持つ DHA とも言われています。さらに DHA だけではなく EPA と DPA も含み、2008年に行われた機能性素材の世界展示会では最優秀機能性食品原料賞を受賞するなど、世界が認めた素材なんです。なんか賞を取った、すごいありがたい、うん、ありがとうリウムが入ってるから、これがあるから高いんですよ。でもちょっと力入ってますよこれ、さすがお目が高いです。さらにですね、もう一つポイントがあるんです。2つ目のポイントは高い抗酸化作用を持つ水素を多く配合している点になります。水素は酸化力が特に強い活性酸素をピンポイントで撃退したり、血流を改善してくれる優れた成分です。この水素だけでも十分な働きが期待できる量を配合しています。そうなんです。 DHC のサプリは水素サプリと必須脂肪酸サプリ、2つの商品を合わせたようなサプリだったんです。さらにもともと酸化しやすい必須脂肪酸を抗酸化力の強い水素が酸化から防いでくれるという相乗効果も期待できるんです。なるほど、そうか、水素っていうところにも力が入ってるんです ね、 そうね。なんか今回の随分こう開発に力が入ってる感じです ね、うん、2つ分なんか商品価値があるっていうかね、うん、へー。それではこれがいかにお得なことなのか、あの禁断の比較で見ていきましょう。禁断の比較、原価と原価率。今回も DHC 全面協力のもと、先ほどご紹介した4つの商品の原価と原価率を発表します。もちろん各社広告料やその他のコストなど非公開の部分は私たちも分かりかねますので、あくまでも各社のレシピをもとに DHC が作った場合の製造原価となります。サプリの材料の値段、原材料費に加工費や充填費、
容器代などを加え、ご覧の計算方法で原価を計算しました。詳しくは画面を一時停止してご覧ください。それでは発表します。こちらです。あ、これ DHC の原価率を見ると 28.8% っていうことだから、これ価値のあるものを安く売ってるのがまあ DHC だっていうことだし、2位の織広でも原価率だともう DHC の半分しかないですもんね。でまたこのサントリーがやっぱりちょっとこう販売価格がなんとなくこう偉そうな、こう6000円ってこうつけてるけれども、原価は576円しかない、まあ 9.6% ってことだから、まあ、あの薬クソ倍ってあのこう原価の9倍ぐらいの値段つけてるんだっていうようなことを言われる原価率がまあ 11.1% ってことだから、サントリーの薬クソ倍以下ということになりますよね。いやーでもやっぱり576円のものを6000円っていうのはね、なかなか。ただあの今回ちょっとこう珍しいなと思うのは、やっぱりこの DHC は15日分でこの値段ということですよね。ですから30日分にするとこの2倍になるわけだから、珍しく DHC の商品としては販売価格自体が高いですよね。だけどこの原価もその2倍っていうことになると、まあこの30日分に対してこう原価も突出して高い、DHC の、 あのサプリの商品としてはこれちょっと特徴的な、まあ、今回その性能で勝負しようっていうような、すごくこう力の入った商品なんだなっていうか、そんなことがまあ分かりますよね。まあ、しかしその性能を売ってるあの DHC とちょっとこうイメージに値段をつけてるような感じのサントリーと、これはあのこう対比が現れてしまったかなっていうような、ねえ、うん、イメージっていうとこう広告みたいなものでね、私たちもこう知ったりする部分があるから、はい、そういうことにもお金がかかったりとか、まあ、そういうところにもお金かかるのかもしれないですよね。うん、それでは最後に必須脂肪酸サプリのポイントを影山さんに教えていただきたいと思います。必須脂肪酸は血管の健康状態に役立つ成分です。血管の健康状態が保たれないと生活習慣病にもつながってしまうので、ぜひお役立ていただければと思います。ということで今回のテーマは必須脂肪酸でしたが、トコさんいかがでしたか？脂肪っていうとなんかほらいけないもののような気がしてたけど、必須脂肪酸っていうのはとっても大切、血液とか血管とかね、すごい役に立つんだな。血管なんて全身ですもんね。その中で、まあ、DHC の商品は水素と必須脂肪酸が一緒に入っててお得にもなりますよね。めんどくさくないし、いっぺんに取れたらね、やっぱ消費者としては嬉しいですよね。山崎さんいかがでしたか？まあ、同じようなこう年の連中とこう話をしたりすると、あのこう血管の心配をしている人が半分、がんの心配をしている人が半分、あの、まあ、おおよそで言うとそんな感じなんですけども、その血管に広く効くっていうことは重要なあの、まあ、要素なんだな、まあ、でも必須脂肪酸やっぱりこうあの体外から取らなきゃいけないので、うん、まあ、その取るあの形を考えなきゃいけないなというふうに今回思いましたね。はい、食事からではね大変なので、サプリでやっぱり取っていきたいですよね。まあ、そういう方法がある、はい、ということですね。はい、ありがとうございました。これからも価格の裏に隠された情報を読み解き、本当にコスパの高いサプリを紹介していきたいと思います。この番組は皆さんのサプリ生活を応援する味方です。この番組を見てさらにわからないことがありましたら、DHC 健康食品相談室にご連絡ください。医師、薬剤師、栄養士から構成される専門のスタッフが皆様のご質問などにお答えいたします。それではまた次回お会いしましょう。